本日のメインイベント N1 ビクトリー2020優勝決定戦、時間無制限一本勝負を行います。アンコーナー B ブロック1位、金剛210番の中島勝彦、本性を表したダークヒーロー中島勝彦。アンコーナー A ブロック1位、210パンド清宮海斗、箱舟の救世主、2度目の頂点へ清宮海斗。ついにこの時がやってきました、 N1 ビクトリー2020優勝決定戦。A ブロック代表で一昨年のグローバルリーグ覇者清宮と、 B ブロック代表9度目のリーグ戦で初優勝を目指す中島の対決です。くしくも一昨年のグローバルリーグ決勝戦と同じカードということになります。さあコメントいただいています。悪彦の怪しい魅力いい、中島が勝てば面白くなりそう、どっちも好きなんだけど、爽やか海斗君、清宮ノアの救世主と、コメントは真っ二つに分かれているという状況であります。さあゴングが鳴りました。 N1 ビクトリー2020優勝決定戦です。放送席に拳王選手が、コバさんが隣に座りましたね、はい、中島と同じ金剛の拳王選手が今コバさんの横に陣取っております。さあこの拳王が鋭い視線でこの戦況を見つめております。拳王と中島勝彦は同じ金剛です。つい最近結託したばかりの中島の戦いを拳王が見届けます。さあ中島勝彦、はい、N1 前に塩崎を裏切り金剛に加入、より凶暴化したファイトでリーグ戦4勝1敗と文句なしの B ブロック通過。谷口に1敗を喫しましたが、あとは杉浦、丸藤、拳王といったトップ3人を倒しました。小林さん、はい、今の中島勝彦というのはいかがですか。いや強いと思いますよ。強い、はい。しかし なぜ裏切って郷を裏切って金剛に入ったのか、はい、自分でチームを作らなかったのか、そうですね、そこに何か意味があるのかなと、はい、確かにね。松井さんはこの戦いどういうふうな気持ちで今見つめてますか。いやそうですね、本当にいよいよ清宮選手がここまで来たのかという、なんかこう実感も湧いてますし、なんかお二人がこう全然タイプが違うので、キャラクターが違うので、こう初めて見る方とかにもこう見やすいというか分かりやすいのかなって思いますね。清宮はキャリア4年10ヶ月24歳、ノアに現れた超新星です。2年ぶり2度目のリーグ戦優勝を目指します。リーグ戦では3勝1敗1引き分け、最後に GH ヘビー級チャンピオンの塩崎に勝利しまして、逆転でブロックを突破しました。まあ、井上さん、はい、マークもきつくなる中よく清宮海斗上がってきましたよね。そうですね、最初の、ね、スタートダッシュはちょっとかなりつまずいたんですけども、そこから立て直して最後にね、 GAC ヘビー級王者の塩崎剛選手に勝って決勝進出は素晴らしい結果ですよね、はい、小林さん、はい、清宮海斗非常に試合運びが上手くなったように感じるんですけれども、その辺いかがですか。そうですね、なんかやっぱりスムーズになってきました ね、いろんな技の入り方とか、はい、ただやっぱりその体のラインですね、もっと太くしてもいいんじゃないかなと、上背がある分ね、小橋さんはね、もうかねてからそれを指摘していますが、はい、もう少しこの肉をつけてもいいんじゃないかと、はい、いうところですよね。まあ別にかっこいい体、こうなんていうの、女性目線の体じゃなくてもプロレスラーとしての体であってもいいんじゃないかなと、上背がある分ね、その辺は井上さんどういうふうに感じてますか。はい、そうですね、中島選手はね、まあ、ジュニアの体ながら、あの肉の分厚み、まな板の分厚みね、さすがね、佐々木健介の弟子というだけあってね、非常に仕上げてきますからね、あの足の太さ、胸板の強さとか、ね、それ見ると確かに頼りない部分が清宮選手あるんですけども、だからこそ逆に今のね、女性ファン、若い女性ファンにね、通じるっていうところもありますしね、そこの、まあ、清宮選手もそこのせめぎ合い考えてると思うんで、その部分をね、どういうふうに自分を見せるかっていうのもプロレスラーの一つの見せ方ですからね。なるほど、まあ、清宮はまだ5年目24歳です。まあ今
悩んで、うん、悩んで答えを出す時だと思うので、そうですね、はい、まだ焦る必要はないんですけど、はい、まあ、いろいろな、まあ、小林さん、その無投戦であるとか、そういう、はい、その自分より格上の選手と戦って、はい、まあ、この学んでいく時期ですよね。そうですね、まあ、チャンピオンになってあれだけ防衛をしてきたんですけども、はい、いろいろ悩み苦しむ時期だと思います。なるほど、はい、あの悩みという部分では、あの清宮選手いつも中島選手とあの対戦、シングルで対戦するとかなりこっぴどくやられてるんですよね。おっと、ヘッドロック離しません。今日は自分からペースを掴みに行ってますね。いつもだいたいあのボコボコにされて、はい、まあ、本当にあの前回 あの19年 あの昨年ですけど、7月川崎で GAC 防衛戦やった時も勝つには勝ったんですけども、全てね中島選手のペースでボコボコに蹴られて、まあ本当に清宮選手はあのトラウマのようになってましたからね。その怖さがあるからこそ、こう先手先手で自分のプロレス、自分のフィールドに持っていこうとしてるんじゃないかなと思いますね。おととし2018年のグローバルリーグでは丸藤の緊急欠場で代わりに切符をつかんだ中島と清宮海斗がぶつかりまして、清宮が勝って初優勝。その1ヶ月後に清宮は杉浦隆から GAC ヘビー級王座を奪いまして、新時代の扉を開きました。そこから1年の防衛ロードが始まったわけで、皆さん、はい、その中島戦が、はい、全て この清宮の始まりになったような気もしますよね。そうですね、まあ、中島選手と当時は、まあ、新世代同盟軍みたいな感じで、ちょっと世代構想の中で、まあ、新世代の2人が戦ったという感じで、はい、そこで、まあ、王者杉浦選手に対して、じゃあ清宮が代表だというふうになってしまったので、まあ、その一戦は非常に重要でしたよね。そうでしたね。5分が過ぎました。さらにその去年の防衛ロードの中でも清宮は中島の挑戦を受け、それも退けています。先ほど井上さんからお話がありました2019年7月の川崎大会でした。その前、中島選手がこんなこと語ってるんですね、はい、若くてかっこよくて強いチャンピオン、俺がジェラシー感じるぐらいのチャンピオン。なるほど。ちょっとね、この言葉を聞いた時には当時は仲間だったんですけども、今の暗黒面につながる、ね、中島克彦をちょっと感じたんですよね。小林さん、はい、後輩に連敗している中島のこの気持ちというのはどうでしょうかね。まあそれはもう自分に腹が立つでしょうね。あ、なるほど。自分自身に腹が立っていると思います。まあ、松井さん、余裕を見せているように見える中島ですが、やはり内心はこの期するものあるでしょうね。ですね。さっきもその映像で、清宮選手のこと興味ないと言ってましたけど、はい、絶対あると思いますね。あ、そうですか。うん、だってやっぱり塩崎選手を倒してここに来てるわけで、なるほど、まず清宮選手を倒さないと次に進めないと思うので、はい、そうですね、必ず意識はしてるんじゃないかなと思いますけどね、はい、どっかでその気持ちがむき出しになってこないかなとちょっと楽しみにしてますけど、まあ、その気持ちはね、むき出しになるだろうね。後輩に2連敗してるっていうことはね、トップ選手として許されないよね。そうですね。清宮選手が担っているポジションというのは昔中島選手が担ってたんですよね。 GAC ヘビー級王者としてね、まあ、止まらないと言っていた時代は本当にその、ね、ヒーローでしたよ。でただそこで清宮選手が出てきて中島選手がどうしたかというと、その時に確かパーマ当ててるんですよね。その清宮選手が凱旋してきて、ちょうど GAC タッグを巡ってこの2人戦ってるんですけども、その頃からですよね、中島選手がちょっとトゲトゲしくなってきたのは。だから、ヒゲも生えてる。そうです。だからもしかしたらその清宮海斗という存在がノアに出てきたからこそ、中島克彦は、まあ、暗黒面、まあ、ダース・ベイダーじゃないですけども、そういうね、力に自分を。おっと、コンプリートショット、場外でコンプリートショットです。持ってったのかなという部分もありますよね。そう考えるとヒーローごっこは終わりだというのは、まあ、自分に対しても清宮海斗に対しても言ってんのかなっていうと、ちょっとプロレスのね、この大河ドラマの、ね、1ページに見えますよね。おっと、場外戦を申し込んでいったのは中島克彦です。この辺りでちょっと中島がダーティーな一面を見せていきます。場外フェンス、おっと、ビッグブーツです。さらに中島にはここで勝てばかつてのパートナー塩崎との GAC 戦が当然見えてきます。まあ、小林さん、彼の本当の狙いはそこでしょうからね、はい、そうですね、やっぱ
あの裏切りには決着をつけてほしいですよね。いやもうそうですね、うん、どちらが正解、ね、そうですね、かどっちでもどうでもいいからやっぱり試合やってほしいですね、はい、おーし、中島和彦はキックを見せました。そして清宮が返していっていく。ただ清宮海斗の方も1月に塩崎からベルトを取られた、そのベルトを取り返すという使命があります。お互いに負けるわけにはいきません。中島が身構えています。この距離感、獣のような顔してますね。あっと、しかし一旦この緊張をほどいて背中にキックを見せていきます。いつでもどこでもこのハイキックが飛んできます。見えないハイキックが飛んでくる。さあカウントが進んでいます。場外カウント今12まで来ました。20になりますとリングアウトということになりますが、そのカウントは聞こえているか。そうですね、プロレスっていうのはやっぱり世代闘争がありますし、まあ、中島選手はね、本当にね、例えて言うならばコバス選手がね、のし上がってきた頃の川田選手みたいですよね。本当に叩き潰す、出る杭は打つというファイトですよね、今。なるほど、そういうふうに思う。思いました。あ、そう。おっと、凄まじい威力です。まあ、蹴りも似てるしね。そうです。本当ね、今の清宮選手みたいに昔小橋選手がキラキラとね輝いて本当に青春を感じさせてくれる選手だったので、それをねジェラシーというか先輩として叩き潰すっていうのが、まあ、中島選手であり、まあ、昔の川田選手というか、そのねちょっとオーバーラップする部分はありますよね。なるほど、清宮海斗が戻ります。ペースをなんとか変えようとしている。しかしサッカーボールキック10分が経過。ここに来て徐々に中島克彦が弱まってきて、おっとまたすぐにリングに上がってきます。中島のペースにはさせません。しかしまた返り討ちのような。そうですね、試合開始5分頃までね清宮選手が支配していましたので、そこをね中島選手が一気にペースを強奪しましたよね。場外に落としました。清宮海斗が場外転落です。今ジュリナさんのねこのうちわを見ましたね。え、見た？はい、中島選手がとんでもない表情で見ましたね。エドワンビクトリー2020の優勝決定戦、さあ初優勝を目指す中島克彦が仁王立ちしています。清宮は去年1年おーっと走り込んでローキック、すごい音がしました。放送席の目の前です。受けてはいけない攻撃を受けすぎてますね、清宮選手が。中島がおっと放送席を見ながら不敵な笑みを浮かびました。まだ余裕がありそうです。そうですね、これまではねちょっとね髪が長かったので表情が見えなかったんですけど、今日髪を切っているのでその不気味な表情がよく見えますよね。よく見える。なんといっても公式戦では杉浦隆史、剣王、丸藤直美といったところを撃破しております。今風は中島和彦に吹いているようなそんな予感さえあるわけでありますが、さあそれを清宮海斗が、いや笑ってる、そして打開していく。中島笑ってる、笑ってますね。おー、うわっ重い、すごい。この一発で打開できるっていうのは大きいですね。ボークを送っていきます。清宮海斗が DDT 一瞬めくりました。少し崩し紛れという形でしたよね。小林さん、ここまでの試合展開はいかがですか。そうですね、やっぱり中島ペースですね。そうですか、やっぱり中島のようなああいうキックのような打撃が欲しいですね、清宮には。なるほど、はい、エルボーでも、まあ、チョップでも何でもいいですけど、はい、ちょっと打撃で応戦するにはちょっと不利かもしれませんね、現状では。現状では難しいです ね、 ですね、だからこういうふうに 手数でいくしかないんですよ ね、 そうですね。今は対角線に振っていきました。中島和彦バックルもここはうまく反応しています。そしてブーメランフォーム、清宮は中島和彦についてはとてもやりにくい選手、でもここまで来たら姑息な手段は俺に通用しないと語っていました清宮。清宮には目標があります、夢があります。新しい風景、絶景を見せるという夢がある。さあ大阪の反応、手拍子を背中に受けて清宮海斗がトップロープに立つ。
ミサイルキック。さあ中島返します。一発で返せないから手数やいうふうに高低差を使った、ね、攻撃を使ってなんとか食らいついてますよね、うん、まだ。しかし中島克彦は最近見せるこのえぐい蹴りはまだ温存しております。中島に負けたリーグ戦で中島に負けた杉浦、丸藤、剣王、いずれもこの蹴りが致命傷になりました。とにかく小林さん、はい、この中島克彦のえぐいキックですね。えぐいですね。食らわないようにしないといけませんよね、清宮は。本当にね、足を使うように足を使ってきますから、はい、本当に手足のようにね、もうね、もうすごいですね、はい、やっぱり子供の頃からやっぱり蹴りをやってるので、もう本当に習慣づけになってるから、本当にその中島選手体幹が強くて蹴りを打ってもぶれないんですよね、自分が。だから次から次へと、その次の展開もできますし、そういう意味ではその軸の強さですよね、中島選手の。そこは本当蹴りを使う選手として大きいですよね。しかし松井さん、ここで清宮海斗が盛り返してきましたね。そうですね、清宮選手は本当に特に最近こう戦う相手への対策みたいなのを結構練ってるので、はい、ここから多分巻き返してくれるんじゃないかなと思うんですけど。あっとフェイントです。トラースキックと見せかけて膝に来ました。そしてしかしスリーパー、中島が切り返す。いきなり素早くバーティカルスパイクを狙いますが、スリーパーで絡みついていったのは清宮。清宮もしっかりと反応しています。15分が過ぎました。これ塩崎戦でも使ってましたよね。そうですね、なかなかねこう自分のペースに引き込めないときに、こうやってね、こういう対戦になれば中島選手なかなか逃げ出せないですからね、この自分の時間っていうのを作れますよね。まあ、さらにここからフェイスロックやストレッチプラム式のフェイスロック、そういった技にも移行できます。清宮海斗スリーパー、ここはじっくりいきたいところ。優勝決定戦は時間無制限一本勝負で行われます。時間無制限一本勝負、15分が過ぎました。小橋さん、こういうロープに逃げたい時って、はい、結構会場のファンの方の声援だったりとかセコンドの方の声って結構大事ですか？大事です。もうやっぱり会場のファンのみんなの応援でやっぱりこう、ひと踏ん張りの力っていうんですかね、出るんです。こういうやっぱりね、声が出せない、ね、応援できないっていうのはやっぱり選手にとってもやっぱりきついですね。そうですか。あ、でもそういう意味では小橋さん、ノアは本当にこの無観客試合を何度もやってきて、この選手は難しい状況でよくやりましたよね。そうですね、はい。さあタイガースープレックス早くも狙っていきます。しかしこれは一つの牽制でありましょうか。清宮海斗ロープ送っていきます。中島克彦、あーっと中島低空のドロップキック、そしてあーっとラウンダースキックです。これトリッキーな動きもね、中島選手できるっていうのが強みですよ ね、はい、ね。今のもミドルと見せかけて足を取らせて円錐切りに移行しました。中島克彦、このキック非常に凶暴化しております。中島座らせました。あ、ファンはもう分かっています。拒否しましたね。本当だ、踏みつけて、お、シャッターチャンス与えない。シャッターチャンス与えません。清宮海斗、それはそうでしょう。いいぞ、これは N1 決勝戦です。優勝決定戦、エルボスマッシュ、おっと膝へエルボーです。いいですね、あれ決まってしまうと、あのシャッターチャンスがあると中島選手のこの空気になりますから、ね。あっと蹴り上げた、とてつもない脅しましたね今。そして担ぎ上げます。おっとここから蹴り上げた。30センチぐらい清宮選手体浮きましたね。この下から蹴り上げる、そしてこの顔です。N1 からですよね、中島選手が腹を蹴るようになったのは、ダウンしている状態の腹を蹴ったりとか。ここも狙っているぞ。やばいやばい。サッカーボールキック。この今お話にありましたボディへの蹴り、これは苦しいですよね。ホールを返すときもやっぱり使うところですからね。中島克彦がさまざまなキックで頂点に近づいています。腹を攻められると力が入らなくなりますからね。またこのボディ、
徐々に効いてきますからね。中島勝彦は冷たい目で清宮海斗を見下ろしている。スタミナを削りに来ましたね。まだ行く。ちょっと会場が静まり返るような、ちょっと引くような攻撃です。これは痛みがダイレクトに、そう、そのまま抑え込んでいく。そして、一転して、一転してスピーディーな攻撃、ランニングローキックはカウント2つです。中島速攻。ギアの切り替えが素晴らしいですね。バーティカルスパイク。中島のフィニッシュです。清宮海斗、これを食らいたくはない。着地した。トラスキック余っている。トラスキック。清宮が朦朧としている。棒立ちになっている。危ないぞ。もう一発来た。清宮選手、頬がもう赤いですね。綺麗な顔が。清宮が膝をついた。ヒーローごっこはもう終わりだと中島は通告しました。この体勢は危ないですね。つけないといけないです。そう。スッタギリキックは空を切る。あの勢いで食らってはひとたまりもありませんでした。相手の意識を奪うぶった切りキックですね。これも中島選手が最初に仕留めたのが清宮選手なんですよね。18年のまあ春に清宮選手と連戦でシングルで戦ってた頃に編み出された技ですよね。と担いだダイヤモンドボムを狙う。しかし清宮はなんとかこらえたが、スマット。この蹴りが猛威を振るっております。蹴りが猛威を振るっている。20分経過。ドロップキック。岸海星のドロップキック。これがありましたね。清宮選手には流れが変わるかな。小橋さん、清宮は続けたいですよね、はい、そうですね。まあ今のドロップキックを見た感じ、はい、いい感じで飛んでたんで、まだ大丈夫ですね、はいはい、やっぱ顔にやっぱり、ね、傷がやっぱりね、切れてますかね。やっぱりいい蹴りを何回も食らってますからね。あ、そうですね。顔がちょっと腫れてますね。腫れ上がっています。さっきはちょっとかすったかなって程度だったんですけど、ちょっと顔面へ。清宮もおっと息を吹き返した。これが清宮海斗の底力。しかし容赦のない蹴りが襲ってくる。おっと蹴り足捉えて足を抱えてキャプチュー。蹴り対策ですね。清宮返しました。そしてバックに回った。ジャマンスープレックスホールド。清宮海斗人間調和カウント2つ。清宮が行きます。キャプチューでよく考えてましたね。そうですね。もちろん中島選手蹴りが得意なんで戦前から考えてたですよね。エリワリーナ大阪、大きな手拍子です。ですね、ここで清宮選手のキラキラ感がね。R15。中島下から R15。狙ってた。一気に暗闇になりましたね。さあこれは清宮としては起死回生の一撃を狙っていたんですが、下から蹴り上げてきます。一転して清宮海斗大ピンチです。危ない体勢です。うん、中島勝彦が背を向けながら。これは何をやるんですかね。これあまり見ない体勢ですね。担ぎ上げます。まさかダイヤモンドボムをやるのでは。清宮がこれは食らっ切り返したい。抵抗しています。トップロープ足場が不安定な状態でヘッドバット打ち込んでいった。上からヘッドバット、そして首に腕を巻きつけた。なだれ式いけるか。清宮なだれ式リバースDDT。ここは清宮が制した。後頭部を打った中島和彦、決まりません。いいですね。あの塩崎戦でもここから畳みかけて勝利を奪いましたので、清宮選手の勝ちパターンに来てますね。松井さん、チャンスですね。清宮がね、チャンス。ここからここから。さあタイガースプレックスか。中島克彦が、おっと腕をロックした。いけるか。中島もここは我慢のしどころ正念場。これだったらかなり危ないですからね。いやおっと、
あ、ちょっと不用意に打撃に行ってしまいましたね。張り手、張り手、張り手、中島の張り手、中島の張り手、しかし、おっと、ジャンリッチ、インパクト。これも N1 から使い始めた新兵器ですね。そのままタイガースープレックス、いった、タイガースープレックスホールド、完璧だ。ダメだ、キックアウトした中島、中島返しました。小林さん、いかがでしたか。今決まり具合は良かったんですけどね、よく返しましたね。この後は清宮は、小林さん、どうでしょう、もう一発ですかね。いや、もう一発狙ってもいいと思いますよ。はい、もう今ダメージのあるうちに行かないと。はい、中島選手、あの回復したら怖いですよね。とんでもないことをやってきそうですからね。回復させちゃダメですよ。もう一発、もう一度狙います。2発決まれば優勝見えてくる。と中島がこらえているエルボースマッシュです。清宮がいい場面を迎えました。お、しかし潜り込んで担ぎ上げていった中島勝彦。ダイヤモンドボム不発に終わる。クレンバスター着地する。バックに回る。切り返しになっている。あ、入ってきた。倒れちゃった。右から競り上がってきた。見えないハイキック、これはまずいんじゃないですか。まずい。あっと、今クリーンヒットしましたよ。清宮がもうぐったりしています。それを、おっと、四つん這いの状態にさせて、中島勝彦、残忍なる攻撃を見せる。ぶった切りキック。これは決まってしまいましたね。食らってはいけない蹴りをもろに浴びてしまいました中島。清宮海斗、中島が、さあ、まだカバーできません。清宮選手、力が入ってないんですね。25分経過、中島が担ぎ上げる。今度こそダイヤモンドボム。さあ、カバー、ヒーロー破れたり。中島勝彦が N1 ビクトリー2020初優勝を果たしました。清宮海斗、新世代のヒーローを叩き潰した。おい、おい、健吾選手です。健吾選手です。いただろう。おい、おい、アクシスにいる時のな、中島勝彦と全然ちげえだろ。おい、中島勝彦はな、本校に入り覚醒したんだよ。おい、清宮海斗なんだな、子供のように弱かっただろ。中島勝彦はな、覚醒したんだ。大人だ。中島勝彦の強さをこれから根校でさらに見せてやるからな。いや、健吾選手が井上さんのマイクを奪い取って、中島勝彦は覚醒したと言って下がっていきました。